ベルナー・シュトライプは、白洋剣付き士鉄十字勲章を授与された第二次世界大戦時のドイツ空軍の夜間戦闘機のエースパイロットである。騎士鉄十字勲章とそれより、上位の白洋剣付けは、戦場での卓越した行為や、軍事上のリーダーシップを発揮したものに授与された。1911年6月13日、シュトライプは、バーデン大公国のプフォルツハイムに、 商人の息子として生まれた。1934年に高等学校を卒業した、シュトライプは、士官候補生として、コンスタンツのドイツ陸軍第5師団の第14不評連隊に入隊した。1935年10月1日、上級士官候補生として、ドイツ空軍に転籍し、翌年4月1日に商位に任官された。シュトライプは、 第132戦闘航空団リヒトホーフェンの第通飛行隊に観測員として1938年まで所属していた。同部隊は後に第一駆逐航空団第愛飛行隊に改名された。1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドに進行、第二次世界大戦の先端が開かれた。1940年5月10日、ドイツ軍のフランス進行の初日に、 シュトライプは最初の戦果を挙げた。搭乗機はメッサーシミット BF-110 で撃墜したのはイギリス空軍所属のブリストルブレに向け爆撃機であった。この功績によって17日に二級鉄十字章を授与し、6月6日には第二飛行中隊の中隊長に任命された。この飛行中隊は十六日に第一夜間戦闘航空団第二飛行中隊となった。 7月19日から20日にかけての夜、シュトライプはザー,アーベック近郊で、RA 会所属のアームストロングホイットワース、ホイットレイを撃墜し、夜間戦闘における初めての戦果を挙げた。その後、日に日に撃墜スコアを伸ばしていったシュトライプは、10月6日に、第1夜間戦闘航,航空団、第2飛行中隊隊長の注意とて、騎士鉄十字章を授与された。騎士鉄十字章が、 夜間戦闘機パイロットに授与されたのは、シュトライプが初めてである。これらの戦火は1941年10月1日の国防軍軍法にて取り上げられ、その6日後にシュトライプは大尉に昇進し、第一夜間戦闘航空団大愛飛行隊の飛行隊長に任命された。1940年最後の戦火を10月14日から15日にかけての夜に上げると、 その功によってシュトライプはドイツ十字賞金賞を授与された。九百四十一年二月二十六日のことである。その後も戦果を挙げたシュトライプは九百四十一年三月十五日、続いて七月五日に再び国防軍軍法にてその名前が取り上げられた。九百四十年中頃、ヨーゼフ・カムフーバー少将はカムフーバーラインと呼ばれる夜間防衛システムを 確立させた。これは、フライヤーやウルツブルグといったレーダーとサーチライトを備えたヒンメルベットと呼ばれる管制センターと、それらとリンクしている夜間戦闘機から成り立っていた。この溶撃体制によって、さらに撃墜数を伸ばしたシュトライプは、1943年2月26日に、第1夜間戦闘航空団、第愛飛行隊飛行隊長の少佐として、岸鉄十字城に、 カシワバアキラを追加受賞した。なお、このカシワバアキラは5月11日にアドルフ・ヒトラー総帥から直々にシュトライプに手渡された。ハインケル HE219 夜間戦闘機シュトライプは新型の夜間戦闘機であるハインケル HE219 の試験飛行に参加した。 1943年3月25日、シュトライプの操縦する HE219V-1 は、ビクトールフォンドスベルク大佐のユンカースジュ 118E-1 との模擬戦を行った。結果、HE219 はジュ118と比べて速度が、時速25キロも、速いことが証明された。6月11日から12日にかけての夜、 シュトライプは、ボルトフンカーのヘルムートフィッシャー5丁と共に、HE219V-9 試作機で出撃すると、4機のハンドレページハリファックスと1機のアブロランカスターの、計5機の爆撃機を立て続けに撃墜した。しかし、フェンドウに帰還した時に着陸侵入の判断を誤り、着陸には早すぎる速度で、フラップとランディングギアを使用してしまった。それにより、 HE219V-9 は地面に激突し、着陸と同時にクラッシュした。シュトライプとフィッシャーは軽傷を負って機外へ脱出した。1943年7月1日、シュトライプは第一夜感戦闘航空団の指令に任命され、翌年3月11日には確認撃墜数66機で、騎士鉄十字城に章に、検証を追加受章した。その12日後、 シュトライプは夜間戦闘機体操館に任命され、大佐の階級で終戦までこの地位に止まった。しばしば夜間戦闘機の父と称されるシュトライプは同様のボルフガング・ファルクとともに第二次世界大戦の初期から中期にかけて夜間戦闘機を使用した作戦戦術を開発し、ドイツ空軍の夜間戦闘機隊を RAF の爆撃機部隊に対する 効果的な対抗戦力に仕立て上げた。シュトライプは公式に68機の敵機を撃墜し、そのうち67機は夜間での戦火であった客中1。また、シュトライプは騎士鉄十字勲章を授与された初めての夜間戦闘機パイロットであった。戦後は1956年3月16日にドイツ空軍に入隊するまでは食料雑貨販売の仕事をしていた。 ドイツ空軍に入隊したのは1961年の西ドイツ空軍海 -84 機による領空侵犯事件による余波で証言を頼まれたためであったが、その後3年間はランツベルクはムレヒにある T-6 敵3機装備の映像重視学校の指揮官を務めた。1966年3月31日にシュトライプは巡庄の階級で退役した。 最後の役職は空軍総監であった。シュトライプは1986年6月15日に死去しミュンヘンに埋葬された。サイテシャンズビブリオグラフィー。ありがとうございます。